辻しおんのラジオ夢中や。皆さんこんばんは。辻しおんのラジオ夢中や、今夜も始まりました。いかがお過ごしでしょうか。さあ今はねちょっとお腹いっぱいの状態で喋ってるのであれですけど、いやところで眠いね。みんな眠くない？いや本当にこの 2,3 日すっごい眠くて、お家に睡眠薬流れ込んでるのかなって思って思ってそうですね、眠さで調べたんですよ。そしたらあれでしょ、明日の日曜日の夕方ぐらいに日食がさあるんだって。月部分日食っていうので、その日食がある近づいてると眠くなる人が急増してるっていう記事見たんですけど、本当かな。この日食はですね、今調べてますよ、読みますよ、私全部読みますよ月によって太陽の一部が隠れ欠けていくように見える部分日食が6月21日に起きる。日本全国で見られるのは2030年6月1日なんだって。次にだから何、10年に一度ぐらい、すごい。那覇では太陽の 83%、 東京では 47%、 札幌では 29% が月によって隠れる。各地の食の最大って何、ご飯札幌で17時、仙台で17時7分、福岡や京都で17時9分、東京で17時10分、那覇で17時16分。だから夕方ぐらいにみんな見れるんですよ、もう日本全国。今このラジオも全国から聞いてくれてると思うんですが、みんなで日食見ちゃう？やっちゃういやなんかあれだよね、小学生の時にさ授業でやった記憶があって、日食を見ようみたいなので、なんかそういう 3D みたいなあのマスクを紙で作ってみんなで見に行った記憶がありますよ。それがちょっとまたできるんだね。自由研究みたいでワクワクするね。はい、ということで今週も月の影響をよく受ける繊細な辻しおんがお届けするラジオ夢中や、楽しんでいきましょう。
送りした曲は辻しおんのライブ DVD 夢中泊からキャンディーキックスライブバージョンでした。辻しおんのラジオ夢中や、皆さんからいただいたメッセージを紹介していきます。皆さんありがとう。これはラジオネームなぎさんかな。はい、休日の日は何をされていますかというメッセージですけども、担当直入のメッセージですね。でももうさ、あれよ、こう、まあ別に普段からそうなんですけど、何が休日で何が働いてるのかわからないし、自粛期間中はさ、まあ正直さ、ある意味、こう、休日だったわけじゃないですか。ライブもないし。でも、デビューしてから、5本の指ぐらいに入るぐらいの忙しさを自粛期間中は感じたんですよね。自分で自分をこう追い詰めてたんですけど、でなんかさ、スケジュール的にはこう別に何もないんですけど、ただ自分で YouTube でリモートガールとか、このラジオもそうだし、あとお家の曲とかね、お家で作るアルバムとかを作ってて、でそういうのがこうなんかゼロから物を作るっていうのを何個も継続して、何？いっぺんにやってたから、すごい忙しくて、お家にいながらなんかもう、もう目がもうトロン、何？半目で生きてた。半目で生きてたよ。まあね、でもそういうのもあって、で、リモ側はね、最終回を迎えました。皆さんのおかげで、最終回まで始めました。ありがとう。一人打ち上げをちょっとやりたいんですけど。まあ、あれよね。リモ側、すごい久々に連絡取る人とか、お仕事でお会いした人とかから、突然連絡が来て、ドラマ見たよ、面白かったよってメッセージが、そう、久々の方からも、なんか何人か連絡いただいて、あ、めっちゃ、それもね、なんか、やってよかったなって思いましたね。びっくりしましたね。うん、だから、リモがまだ、見てない方もね、YouTube に全部アーカイブ残ってるし、再生リストにもまとめてあるので、もう一度見返してもらえたらいいなと思います。ラジオネーム、黒川さんちの花ちゃんさん。毎週楽しみだったリモートガールが終わりました。まだ見ていない方もいるので、多くは語りませんが、あんなことやこんなことや、まさかの展開に、ハラハラドキドキワクワクしました。編集お疲れ様でした。しおんちゃんのマルチな才能には、毎回驚かされるばかりです。リモガが終わったら何を楽しみに生きていけばいいんだと嘆いていたら、18日に番組予告動画のお知らせが来ました。各週ながら水曜23時からシオンズ TV ショーが始まるとのことで、やったー、これで生きていけると胸をなで下ろしましたということで、ありがとうございます。そうね、リモガの最終回でちょっとシオネムにね、今 YouTube アカウント乗っ取られているの でそこからまあ新しい各週の番組が始まるよっていう予告も上がっています。はい、まあこうやって新しい番組を作るっていくっていうのがね、私のなんか趣味でもあり、それに趣味に乗ってみんなが楽しんでくれてるなんて、もう一石二鳥って感じですので、次の番組も楽しみにしていてください。ラジオネーム、これはね、ハッピーさん。はい。おうちの王国最高です。頭の中で自然と流れるぐらい聴いています。コピオコソンの歌詞がとてつもなく可愛い。いつかこの歌を聴きながらシンガポールでコーヒーを飲んでみたいです。ラジオネーム、あおさん。おうちの王国届きました。ありがとうございます。今週ずっと聴いていました。私のお気に入りはコピオコソンです。コピオコソンって言葉の響きが可愛くて、歌詞、曲調も可愛いのによく歌詞を聞くと恨みを晴らすわとかギャップがあってとても素敵です。ポップコーンナイトもそうでしたが、このギャップがたまりません。コロナでできないことが多い中、こうやって素敵なものを届けてくれてありがとうございました。こちらこそありがとう。ラジオネームリコッタさん。おうちの王国いつも楽しく聞いています。新宿にシンガポールのカフェができたそうです。おお、メニューを見ていたのですが、コーヒーをコピというのですね。頼むときはぜひコピーをこそんと言いたいです。え、もうできたのかな、シンガポールのカフェ。行きたい。あれ、コピーもそうなんだけど、シンガポールにカレーを薄めて
カレーを薄めて、まずそうですね、言い方が。で、カレーを薄めてココナッツを入れてちょっと辛くして、でそこの中に麺を入れたようなラクサっていうメニューがあって、あれあるのかな、あれが美味しいんです。あ、そう、なんかカップヌードルで一時期そのラクサ味っていうのが出てて、あの味、あれが美味しいからみんなに食べてほしいんですけど、行きたいですね、そこに。だから結構みんなこうやって、あのちょっとあれね、コピオコソンへのメッセージがすごい多くて、コピオコソン人気者ありがとう。このコピオコソンという曲はですね、あの私が自粛期間中にお家で作ったアルバム、お家の王国の中に入っている、今までライブで何曲、1回か2回ぐらいしか歌ったことない幻の曲なんですけど、シンガポールに行った時に作った曲で、このコピオコソンはシンガポール語で、何、ブラックコーヒー、砂糖もいらないしミルクもいらないよっていうので注文する時に言うそうですね。うん、そう、だからまあシンガポールはね、良かったですよ。良かったですよとか、内容のない感想。なんか行った時は、あの日本に結構似てる、一見ね、すごい綺麗で整ってるし、こうなんか買い物とかも充実、大きいビルがたくさんあるし、っていう感じで日本に似てるから、なんかどうかなと思ったんですけど、帰ってきた時になんかすごい思い出したのがシンガポールなんですよね。そこで出会った人のなんか生き方とかもすごい洗練されてて良かったし、シンガポールに行った時はね、その現地のアーティストの方が私の写真を撮ってくれて、それを今あのインスタグラムでもう一回載せてるので見に来てほしいんですけど、その撮ってくれた人がアイウェイちゃんっていう女性のアーティストの方で、その人の事務所に行ったらもう、あ、これが王国かっていう感じで、まあそんなに大きいお部屋ではないんですけど、本当にその人の好きなものしか置いてなくて、もう洋服を見てもなんか机を見ても全てにその人のエッセンスがあって、あ、私もこういう生き方をしたいなっていう記憶があった気がします。うん、だからね、そういう意味でも何度も思い出すのはシンガポールだったり、こうやって曲ができたのもあのシンガポールなんだ、不思議な国だなと思って、もう一度行ってみたいなって思っていますね。はい、それではこうやってあのたくさんメッセージをもらったので、今日はその自粛期間中に私が宅録とかで作ったお家の王国からコピオコソンを聞いてもらいたいです。はい、聞いてください、どうぞ。私は信じきって疑いもなくカップに注いだわ、どっさりテーブルに出てくるまでしばらくは夢見心地、嫌な予感など一つもせず素晴らしい縁にね、口の中に広がるはずの甘さは無せさせるだけ、あなたの愛は嘘、甘さは嘘、何もかも嘘、サラッとオアシュガー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 、ゲームはまだ終わらない、甘さが欲しいなら
告はもう発売した時にもうほんとガチのタックロックアルバムなので覚悟のある人しか注文しないでくださいって言ってたんですけど、意外と初めて辻しおんさんの CD を買いましたという人からも買っていただいたりとかして、やめてやめないでありがとうっていう気分でした。はい、まあね、自分で全部作ったので普通の CD と比べてクオリティとかも下がる点はあると思うのですが、まあ、手作りで一枚一枚作って初心を思い出したし、なんかもっともっと手間暇をかけて曲を作っていきたいなと改めて思うことができました。おうちの王国初回版はもうソールドアウトしたのですが、通常版はですねまだ発売していますので、こちらもぜひゲットしてください。お送りした曲は辻しおんでコピオコソンでした。ぴったり終わった。はぁ、誰かいいシンガーソングライターいないかな。そんな時は辻しおん .net。 はぁ、なんかいい YouTube ないかな。そんな時は辻しおん .net。 辻しおんで検索するのめんどくさいな。そんな時は辻しおん .net で検索してね。いや、辻しおんで検索するより長いじゃん。辻しおんの公式ホームページ。辻しおんのラジオ夢中や。辻しおんのハッピネスなニュース。皆さんこんばんは。世の中には辛いニュースに埋もれ、ハッピーなニュースは忘れがち。そこでこの夢中夜では心が温かくなるようなハッピーなニュースをお届けします。インスタグラム上半期流行語大賞が決まる。インスタグラムの上半期流行語大賞が決まりました。1位に選ばれたのはピエン、2位はおうちカフェ、3位はおうち時間だそうです。注目すべきは4位のパオン。ピエンを超えてパオン、ちょっと数字キャスターよくわからないんですけれども、皆さんわかりますでしょうか。ちなみに辻キャスターはですね、未だ一度ピエン、パオンも使ったことがございませんので、こちらでぜひ、試させていただきたいです。ピエン、大変失礼いたしました。お見苦しい姿を、はい、お聞きさせました。はい、次行きましょう。辻しおん、朝からもずく酢を飲む。辻しおんさんが今日の朝ももずく酢を飲んだそうです。毎朝もずく酢をジュースのようにごくごくと飲み、一日を始める辻しおんさん。彼女曰く、これで120歳まで生きてしまう、どうしようだそうです。皆さんもぜひおばあちゃんになった彼女を見届けるためにも長生きしてくださいね。うわーす。以上、今週のハッピネスなニュースでした。いやー、どうしよう、この流行語大賞何だって。全然私使ってない。このおうち時間とかはもちろんまあ使ってるしわかるんだけど、そのピエンとかさ、ピエンを超えてパオン、ピエン超えてパオンとかさ、ほんとだって私の周りも使ってないですよ。これあれかな、やっぱ年代であれだよね、10代の方に取ったのかな。これもしリスナーの方、10代の方いたら、本当に本当に周りで流行ってるのかっていうのを聞きたいよね。あとさ、もう夢中屋で取っちゃおうよ、アンケートを。もう夢中屋調べの、あなたの周りで上半期流行った流行語大賞ありますかっていうのをアンケートちょっと作って、夢中屋調べのランキング作りたいですよね。何、ちょっとみんなが私に忖度してくださって辻翔に忖度してくれて、こうなんかリモガとかさ、こうなんかそういう何キュートイとかそういうのをこう入れてくんの入れてきてくれるっていうランキング作ってみたいですけどね。そうね、まああとね、この流行語大賞気になったのは6位ダルゴナコーヒーとか、8位しか勝たん、あ、何々しか勝たんっていうのをよく聞いたな。ソーシャルディスタンスエモい、うん、あれだね、もうなんか何タピオカとかどうしたのみんな、その引きこもるタイミングで、自粛のタイミングでタピオカも自粛してしまったのかわいそうだよタピオカ、ちょっと何、そうなんだ、ちょっといろいろ変わったんですね。はいですね、じゃあやっちゃう、本当にこのアンケートみんなちゃんと送ってくれるかな。皆さんの周りで上半期に流行ったと思われる言
ぜひ送ってください。忖度でも構いませんので、あのラジオネームと一緒にね送ってもらえると嬉しいなと思います。むちゅやラジオ @gmail.com muchuya ラジオ@gmail.com。 かなり偏ったランキングになりそうではありますが、あの本当のね、ちょっと皆さんのリスナーの方の周りでリアルに流行っていることを知りたいので、ぜひぜひ流行った言葉、流行ったもの、流行った食べ物送ってください。待ってるよ。そしてこのラジオむちゅやのテーマソングを作ろうのコーナーもですね、来週あたりからちょっとずつメロディーなんかを公開していけたらいいなと思います。ごめん、今週はできなかった、ごめんちょっと全部紹介できないんですけど、あの名前だけでも、ラジオネームルーさん、ラジオネームライダーさん、ラジオネームみどり丸さんからもですね、あの歌詞についてもらってますね。みどり丸さん、ラジオから聞こえてきた声に夢をもらった。ステイホーム期間は仕事もテレワークになり、ラジオを聞きながら事務仕事をする日々でした。普段はスポーツインストラクターの、おそうなんだ、仕事をしており、不安になる時期でしたが、しおんのの声を聞きながらの仕事はとても楽しめて、毎日励まされていました。おかげでお店が再開したら、私も自分の仕事を通してお客様に元気になってもらいたいと改めて思い、長かったステイホーム期間も気持ちを切らさずに過ごすことができました。おー、いいメッセージもらいましたね、ありがとう。すごいね、スポーツインストラクターの方とか、このまま医療関係の方からもメッセージもらったり、みんな本当にいろんな生活をしながらもね、こうやってむちゅやに集まって聞いてくれてるっていうのが嬉しいですね。いい曲が作れるように頑張ります。応援してね。ダルゴナコーヒー。はい、辻しおんのラジオ夢中や、今夜もお別れの時間が来てしまいました。ちょっとあのさっきのインスタ流行語大賞を引きずっていて本当に悪いんですけど、あのね、インスタ流行語大賞で食べ物部門っていうのがあるんです。で、1位がダルゴナコーヒー、これはわかるし、2位のいちご飴、3位オレオチーズケーキもわかるんだけど、4位のさ、トゥンカロンっていうのを見つけて、でトゥンカロンって何と思って今調べたんですよ。そしたらマカロンで、韓国のマカロンらしくて、なんか普通のマカロンはこう、何、ハンバーガーみたいな形じゃないですか。でもあのハンバーガーの具入れすぎちゃったみたいな状態になって、具がもうはみ出してる状態だよねっていう説明で合ってる、これちょっと若い人助けてなんかそういう感じなんだけど、これはじゃあ分かったって思ったんだけど、6位にマカロン入ってるの、これさ、おかしくない？っていうか、どういうこと？違うの？トゥンカロンとマカロンは。いやー、謎だらけですわ、この世は。私のね、食べ物、上半期食べ物流行語、何かな？何かな？もずくすかな？やっぱもずく酢を飲むっていうことを、今年はよくしましたね。うん。食べ物部門もね、ちょっとアンケート取りたいですけどね。まあそんな感じでやっていきますが、まあそうだ、こっちだ、6月の24日って言った、私、あの詳しくは YouTube を見てもらいたいんですが、新番組をね、あの隔週なんですけど、ちょっと作りたい、活動させたいと思ってて、まあラジオやったし、ドラマやったし、次何かなって思ったら、ちょっと音楽寄りなのエンタメ系の番組やってみたいなとか思って、はい、結構ね編集が大変なんで、ちょっと毎週ってなるとまたちょっとできないことも増えてきちゃうから、一旦学習でやりたいと思いますので、これも楽しみにしていてください。まだまだ、大変な時期がね続いていると思うんですけども、みんなでまた土曜日この時間に集まりましょう。来週もよろしくね。今週のお相手も辻しおんでした。良い週末を。じゃあねー。